演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、3種類業務スーパーで買った3種類のイタリアンビスケットを食べたいと思います。これがヘーゼルナッツ&ココア、これがクランベリー&ココア、多分これのシンプルなやつですね。蜂蜜と書いてあります。今このシンプルなやつであろう蜂蜜味から食べてみたいと思います。大きさこんな、これぐらいですね。結構大きい気もします。そうでもないか。はい、ではなんか断面はこんな感じです。お、蜂蜜のいい香りしてきました。ではいただきます。わわ、これ結構硬いな。蜂蜜のほのかな甘さはいいけど食べるのに時間かかりそう。はい、次はヘーゼルナッツさんのココアを食べてみたいと思います。はい、こんな感じですね。ではいただきます。ココアはほんのり苦めだな。なのでちょっと大人の味わいだね。でももうちょっとあったらいいかも。3つ目はクランベリー&セサミですが、クランベリーやセサミ、ゴマは特に見当たりません。あ、でも香りはしてます。ではいただきます。やば、クランベリーが混ぜたくてゴマが香ばしい。これが一番好きかもな。いや違うな、さっきの蜂蜜の方がいいかな。でもこれ本当に時間かかってる。まずどのビスケットもとっても硬くて歯ごたえがあって、なんか顎のトレーニングになりそうですねこれで。蜂蜜味は甘さはさっぱりとしていてとっても食べやすかったですね。シンプルのでちょっと物足りなさもありますが、そういうのが好きな人はフレーバーすればいいかなとも思います。で、こちらのココアのヘーゼルナッツはちょっとほんのり苦味があって、ちょっと大人向けの商品ですね。ただちょっとココアがくどいかなというような気もしたので、好みがちょっと分かれるかなっていうような気もします。噛みすぎて顎が疲れてるのか、顎が回らない。で、私あのクランベリーのスタミナ、見た目はあれって思ったんですけど、食べ進めていくとクランベリーの酸味とゴマの香ばしさが口の中に広がってきて、個人自分の中ではこれが一番美味しかったですね。蜂蜜だと物足りないけど、ココア苦いのはちょっとという方にはおすすめです。というわけでこのクランベリークッキーをじゃなくてビスケットを代表としてこちらの点数とさせていただきます。もう顎が疲れる。ひまわりは穴にあるかな、冬の日の。冬の日でもひまわりが穴に潜ってるってわけじゃないと思いますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、永遠。